ジョンストンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の中央近くに位置する町である。2010年の国勢調査では人口28,769人であり、州内の市長を合わせて第12位だった。町内には1691年に建設されたストーンエンドの家屋、クレメンス・アイアンズ邸があり、現在は博物館になっている。 町は1759年3月6日に法人化され、町名は植民地時代の検事総長、オーガスタス・ジョンストンにちなんで名付けられた。クレメンス・アイアンズ邸、珍しいストーンエンドの家屋、1691年建設、ジョンストンとなった地域には、17世紀にイングランド人開拓者が農業社会として入植した。1759年、 町はプロビデンスから公式に分離し、1759年3月6日に法人化された。町名は当時の植民地検事総長、オーガスタス・ジョンストンにちなんで名付けられた。ジョンストンは1765年の因子法に対する抗議の時にその人形を焼かれ、アメリカ独立戦争の1779年にはロイヤリストとして、 ロードアイランドから逃げ出すことになった。ジョンストンで最初の礼拝所は1771年にベルナップに建設されたバプテストの集会所だった。アメリカ独立戦争の時、ロードアイランド州では唯一の火薬工場がグラニットビルに建設され、1779年にはジョン・サリバン将軍がニューヨークで戦うためにロードアイランドから出発する時に町がディナーを出した。 1790年、町で初の公立学校であるベルナップ学校が設立された。1791年、プロビデンスノリジーターンパイクが認証された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は24.4平方マイルであり、このうち陸地23.7平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は2.91%である。 ジョンストン町内には以下の地区がある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ジョンストン町は町長一人と5人の委員が構成する調整委員会が収めている。町にはジョンストン警察署がある。ジョンストン教育学区には小学校4校、中学校1校、高校1校がある。ジョンストンシニア高校は2005年ロードアイランド州。 教育省リージェント表彰学校になった。ただし、まだ信任されないままである。2008年、ジョンストン教育委員会がグラニットビル小学校とカレフ小学校を閉鎖することを決めた。この閉鎖で影響される児童は、ブラウンアベニュー小学校とウィンザーアヒル小学校に転席になった。学校の役人、父兄教師が不適切な要因、地区の混雑した。 交通事情、特殊な需要のある児童に対する注意の不足について苦情を言っていたので、この決定は議論にならなかった。ジョンストン町内では、地方週刊誌のジョンストンサンライズが発行されている。この新聞は無料であり、多くの企業に置かれている。NBC 系のニューステレビ局はじゃあ、10チャンネルがロードアイランド州とマサチューセッツ州で放送を流している。 放送局はプロビデンス市にある。ABC 系のニューステレビ局ワルン TV6 チャンネルがロードアイランド州とマサチューセッツ州で放送を流している。FOX テレビ系のプロビデンスアイウィットネスニュースチャンネルはプリ TV12 チャンネルがロードアイランド州とマサチューセッツ州で放送を流している。ニューイングランドケーブルニューズネクンはボストンを本拠にするケーブルニューズ局であり。 ニューイングランドすべてのニュースをカバーしている。保険会社の FM グローバルがジョンストーンを本拠にしている。ありがとうございます。